はい、こんにちは、ちずちゃです。今回はソロで楽して歴戦をネルギガンテを討伐する方法をご紹介したいと思います。装備に関しましては後ほどレア装飾品必要バージョンとレア装飾品不要バージョンに分けてご紹介いたします。まず開幕、モンスターに見つかる前に不動の装備を着用し石ころを拾います。今回使用します武器はガンランスです。攻撃で部位関係なく安定して固定ダメージを叩き出せるので、とりあえずどこでもいいので当ててしまえば大丈夫です。不動の装備の効果が切れるまでガードなど一切せずにひたすら三角丸三角丸を繰り返しネルギガンテに攻撃ダメージを叩き込んでいきます。本当にこれだけです。左上の体力ゲージご覧ください。このようにネルギガンテからダメージを受けても気にせず攻撃していけばヒットポイントがガンガン回復してきます。なので装備がある間めちゃめちゃ楽になります。ただやっぱり装備の効果がなくなると途端にピンチになります。なので装備の時間を無駄に使わないように配分を調整すると楽な時間が長くなるんですよね。とりあえずこのまま不動の装備がなくなるまではひたすら三角丸三角丸でネルギガンテにダメージを叩き込んでいきます。間違えましたよいしょ。やはりネルギガンテ皆さんご存知かと思いますが、白トゲを破壊しますとダウンが取れるので、よっと、狙えそうなら狙っていくといいと思いますよ。よいしょ。あ、破局滅人戦10はさすがにガードします。ガード性能5なので全然効きません。そして不動の装備の効果がなくなったのですぐに脱ぎます。脱いだ後落石を使います。このエリアには落石が2つありますのできっちりと当てます。で、当てた後ダウンするのでダウンしてる時に必ずこのように攻撃をします。よっと、オッケー、おいしょ。ちゃんとガードします。ガードした後落石の箇所まで誘導し、来るかな、あー来すぎちゃいましたね。はい、ガードきっちりガードしてネルギガンテに当たるように落石を打ちたいんですが、打ちたいんですが来てくれない開きましたね。そしてまたダウンです。ちなみにガンランスは緑ゲージまでは攻撃の威力変わらないんですが、よいしょ、黄色ゲージになっちゃうと攻撃の威力が弱まります。なので研ぎたいとこではあるんですが、研ぐと危ないので移動するまで待ちます。下がるといってもめちゃめちゃ下がるってわけじゃないんで、そこまで気にしなくてもいいです。そして移動しました。不動の装備を使って砲撃を入れ落石を2つ落とせばネルギガンテが移動してくれます。そしてきっちりと砥石を研ぎ準備を万端に整えたら、次は転身の装備を使います。よいしょ、まあ、これも変わらずですよね。ひたすら変わらず攻撃していきます。で、一応転身の装備でコツがあるんですけど、避けた後にネルギガンテの近くに寄れるように気をつけます。例えばこういう時だと間違えてリード落としちゃいました今みたいな時だとなるべく後ろに回避してネルギガンテの着地位置に転身で移動できるようにするとより効率的にダメージを与えていくことができます。よいしょ。ほっ、あとはやっぱりダウンですかね。なるべくダウンを取っていった方がいいと思います。うん、ナイス、ガジャブナイス、これはいいですね。ガジャブが助けてくれました。こういう時になるべくあんまり
白トゲばっかり攻撃しないで他の箇所も攻撃します。で起き上がった時ぐらいに壊れるように調整すると、まあ、ダウンが取れて非常に美味しくなります。えいほらこんな感じになるんで、そこら辺ももし意識が向くようであれば調整すると楽になります。まあ、装備を着てるときはそんなに気にしなくてもいいんですけど、やっぱりネルギガンテが移動しちゃったりするんでちょっとめんどくさいですよね。ほっ多分なくなった。こっからが勝負です。天使の装備がなくなったんでちょっと気をつけて戦いますかなり気をつけて戦うか、もしくはもう戻り玉で戻っちゃってもいいです。不動の装備が回復するまで戻り玉で戻ってしまっても時間的には全然足ります。よっ、あいてこうなっちゃうんでちょっと危ないので自信がない方は戻ってください。あと装備は切れたらなるべく早めに脱ぐようにしてください。ただその脱ぐ時のほっ納刀中がね一番危険なので、必ずネルギガンテが攻撃した後に納刀するように気をつけてください。あ、来ましたね、破局滅人戦天ほい OK です。移動です。こうやって大体ですけど1エリアに対して1装備を使っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。プシャルダオラ来ませんでしたね。テオテスカトルがいます。私テオテスカトルと縄張り争いするの見たことないんですけど、するのかな。よっ、おっと、なにおっと、こっち来ないですね。止まってるな。そして戻ってきましたもしやテオテスカトルいました。歴戦をテオテスカトルとの戦いです。これは今どっちがダメージ食らったんだ。テオかな、テオがダメージ食らっちゃったのかな今のは。おい、よいしょ、不動の装備回復しましたね。じゃあ不動の装備を着用しようかなと思います。着用したいんですが油断は禁物。はい、 OK です。あ、間違えたあとはエリア1と同じくひたすら攻撃していきます。本当にたくさん回復するのでよっと気にする必要性がありません。よいしょ。あとね、猫がだいたい寝かせてくれるんですけど寝ませんね。ちょっと具合が悪いみたいでエネルギガンテが寝てくれません。ほっ、睡眠の耐性値そんなに高くないんで1回ぐらいはお供が寝かしてくれるんですよね。よっと、そろそろ来るんじゃないかなと期待しましょう。というところで引きずりました。でここで不動の装備を取ります。このまま寝床に行っちゃうので、準備したりとか寝床に移動してる間に不動の装備なくなっちゃうので、次の回復を待つために不動の装備は取ります。これ言ったかな、猫飯はぜひお食事券を活用して猫の花火師4つで発動する猫の砲撃術を発動させてください。砲撃のダメージが 1.1 倍になります。せっかくなんで流撃砲撃ちました。じゃあ行きます。ちょっと最初装備がないんですが、よっと、でこの後また方向が入りで破局滅人戦10が入った後にもう一回来るんですよね。ほい、行きます。方向であっち側ですね、今ネルギガンテが向いてる方向に攻撃してエリアをでかくしてくれます。よっと、あとは気をつけながら戦っていきます。そう、早く復活しないかな。ほっ、よっと、いて
歴戦オーネルギガンテなんですけど、マルチデッキよりソロの方が絶対的に楽だと思います。こうやってね、自分で装備を調整したりとかもできますし、やっぱり自分一人だとよっと事故も少ないですから、ヒットポイントも少ないですしね。こういったモンスターはマルチは事故が起こりやすいので、逆にだからこそマルチは面白いっていうのはあるんですが、もし攻略したいだけということであればソロの方が断然楽です。こうやってネルギガンテが行く方向に歩いたり回避をしながら近づいていきます。よっと、装備の時間は本当に有効活用したいですからね。天使がなくなる、天使がなくなる、よっ、もうなくなりますね。なくなりました。なくなったらノートをしてやりたいんですが、ちょっと怖いのでおいしょ、よっと、脱ぐのが怖い、よっと、来ました、破局滅人戦天。はい、おいしょ、あーん、ギミック、はい、怖い、これ危ない、よし、よかった、耐えました。あ、これ大丈夫か、よし、うん、あ、やっちゃいましたね。これはダメです、耐えれません。やっちまったな。マルチじゃ絶対やっちゃいけないんですけど、ネルギガンテさんって爆弾をその辺りに置いとくだけで勝手に破壊してくれたりするので、そうやって爆弾を活用するっていうのもソロの場合はありです。多分そろそろ不動の装備も回復するんだけどな。寝てますね、寝ましたね、入眠モーション、タイミング良かった。じゃあ爆弾を添えて不動の装備を着て、ロマン砲、よし、お疲れ様です。こんな感じです。一度もガンランス使ったことないよっていう方でも全然大丈夫なので、ぜひ挑戦してみてください。結構簡単です。14分19秒、一応15分は切ることができました。それでは装備のご紹介をいたします。まずは使用します武器から。一番のおすすめはマムタロトさんの鑑定武器、金色の重装爆輪です。カスタム強化が3回できるので回復量が多く、この武器が一番いいです。2番目にいいのが紫色で拡散型のレベル4の鑑定武器のガンランス、そして3番目にいいのがオレンジ色で拡散型レベル4の鑑定武器のガンランスです。要するに拡散型レベル4でカスタム強化ができる回数が多いガンランスがいいんですが、あんまりマムタルトやってないのでどれも持ってないよっていう方は、ナナテスカトリとゼノジーバの素材で作成できる生産武器、エンプレスハウル名刀をおすすめします。こちらは拡散型レベル3なので砲撃の威力は落ちてしまいますが、攻撃力が高いのと技物がついているので切れ味が落ちにくいんですよね。ただどうしてもカスタム強化の数が少ないと回復量が追いつかない可能性もありますので、体力ゲージを気にしていただいたり、武器の空いてるスロットに加護銃などを詰めていただければなと思います。こちらレアな装飾品が必要バージョンのスキル構成です。ガード性能レベル5です。ガード強化に関しましては必要ないのでつけておりません。体力回復量アップで回復量を増やし、砲撃で砲撃の威力を上げております。整備もレベル2を採用しておりますので、天身の装備や不動の装備かなり回復しやすくなっております。そして回避距離アップレベル3を採用し、なるべく納刀せずともネルギガンテに貼り付けるようにしております。装飾品です。心眼砲術3、治癒3、跳躍、体力、整備です。最初に申し上げましたがソロ前提の装備なので、ひるみ軽減に関しましては載せません。また跳躍に関しましてはレベル2でも事足りるので、装備着用中のみ戦って残りの時間はベースキャンプ待機という作戦で行く方は、跳躍時を整備時に変えていただいて整備をレベル3にするといいかと思います。
砲術銃に関しましてはない方は鉄壁銃を3つ持っていれば鉄壁の護石を砲撃の護石に変えていただければと思います。心眼銃に関しましてはないと黒トゲに弾かれてしまう可能性があるので次にご紹介する装備をご利用ください。続きまして装飾品不要バージョンです。増弾銃と心眼銃を入れていないので立ち回りが少し変わります。普通についてしまうと弾かれてしまう可能性があるので丸丸リロード丸丸リロード砲撃砲撃リロード砲撃砲撃リロードの繰り返しとなります。少し DPS は落ちますが精霊のカゴや整備をガチ盛りできるのでなかなか悪くない装備になっております。装飾品です。カゴさん体力治癒さん鉄壁跳躍です。武器に装飾品のスロットがない場合は跳躍を抜いていただければなと思います。そして鉄壁なんですけど2018年の夏に全員プレゼントで配布されたので持ってる方の方が多いと思いますがもし鉄壁城をお持ちでないっていう方でしたらガード性能は4でいきましょう。せっかくアステラ祭り中なので我が名はボルガノスから装飾品を狙ったりとか歴戦をマムタルトで装飾品と鑑定武器のダブル狙いをしたりして整えてから歴戦をネルギガンテに挑戦しても良いかなと思います。歴戦をネルギガンテは再来週5月の24日の朝の8時59分までです。焦らずに行きましょう。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。